佐々木勇11月5日は、大日本帝国陸軍の軍人、航空自衛官。太平洋戦争時の戦闘機操縦者で、エースパイロット。最終階級は準尉。1921年11月5日、広島県に生まれる。工業高校中退後、1938年4月に東京陸軍航空学校へ入校した。1941年3月、陸軍少年飛行兵第6期生として熊谷、陸軍飛行学校を卒業し、台湾の飛行第50戦隊に配属された。太平洋戦争の開戦とともに、飛行第50戦隊第1中隊の一員として、フィリピン攻略作戦に参加した。佐々木伍長の初陣は12月10日で、美顔沖の味方船団上空を、哨戒飛行中、B-17C が来襲した。佐々木は B-17 を馬義尾付近まで追撃したが撃墜できず、日本海軍の0式艦上戦闘機隊に追撃を委ねて帰投した。1942年1月、佐々木は船隊と共にタイに進出、ラングーン上空の空戦で初戦果を挙げた。それから2年余り、ビルマでの激しい航空戦に身を投じ、数十回の戦闘を通じてその優れた操縦、射撃技術を開花させた。この間に記録した個人撃墜数は小型機約20機、大型機12機を数えた。飛行第50戦隊で佐々木は穴吹聡、下川幸雄両軍曹と並ぶ小飛6機の三羽ガラスの一人として腕の佐々木と称された。1944年4月、佐々木は内地に帰還し、陸軍航空審査部のテストパイロットへと転じた。佐々木の剛端で巧みな戦闘技術は、審査部勤務時代においても B-29 の迎撃戦で発揮された。1945年5月25日の夜間迎撃では、4式戦闘機に乗り込んで出撃。大火災の東京上空を3000から4000メートルの低空で侵入する B-29 に対し、直上型及び全下方からの近接攻撃を繰り返し、3機を撃墜した。終戦までに佐々木総長は B-29 を6機撃墜、3機を撃破し、この功績に対して7月15日に陸軍武功記章が授与され、同日付をもって、小飛6期生の生存者として唯一人準尉に特別進級した。ビルマ戦線での戦果を含めると、佐々木の総撃墜数は少なくとも38機に達していた。戦後は平山に改正して航空自衛隊に入り、山東空佐で退官、広島県に在住していた。ありがとうございます。